皆さん、こんにちは、大地です、えー。結構ね、今年入ってから調子が良くてですね、で、まあ、1月1日から、あの、ノートというところでね、えー、文章書いてます。で、今日で18日かな。ね、でもう、9万字ちょっとぐらい書いてるんですよね。で、だいね、あの、本一冊書こうとすると10万字が目安なんで、そうかなんか、ね、二、えー、2週間、3週間で、 1> 本1冊分ぐらい、まあ、量としてはですけどね、あの原稿が書、えー、けてていや、素晴らしいなと思って。で、まあ、今書いてるやつはねあの、ぜひ読んでもらいたいんですけど、あのー、実際のコーチングカウンセリングセッションで、でどんなふうにね、あのー、クライアントとコーチがこうやり取りをしてるか、でなるべく具体的に、まあ、書いてるし、コーチがどんなこと考えてね、関わってるかなんていうのも読めると思うんで、かコーチングのこのイメージというかな。あのー をより詳細に持てたりとかでこう自分でシミュレーションする検討するみたいなねことの素材に使えるんじゃないかなと思ってま活用いただきたいんですけどねあのー、いやなんでこれまで書くのすごい嫌だったのに書けるようになったのかなと自分でも思うんですけど1個はやっぱりね100キロマラソンとねあの5キロ走の違いなんですよね。 僕もともとそんなにあの、まあ、しゃべるのはねこうやって適当にしゃべっちゃうんですけどあの書くとなると真面目になりすぎちゃってなかなか筆が進まなかったんですけど前の本書いた時にねまあとはいえもう締め切りもあるしっていうので1週間ぐらいでねあの、まあ、10万字ちょっととかこう書いたわけなんですよねわっと。で、まあ、それってほぼ走ったことがないとか走るの苦手な人間が100キロマラソン走ったみたいなもんで。 やっぱりまあ何とか乾燥したにしてもやっぱもうしんどいから <laughs> 二度とエントリーしたくないみたいなね全然楽しく走れなかったんですよねでそういう意味ではやっぱりじゃあ楽しく走れる量ってどれぐらいだろうとでもね一回なんかその100キロ走った人間がじゃあまあ500メートルでいいやっていうのもなんかこう張り合いもないしみたいなところのこのバランスでねまあ毎日5キロぐらいだからそれが10万字に対して1日まあ5千字とかなんですけどまあそのぐらい書くとまあちょっと それなりに大変ですよ。あの、1時間半とかね、時間はかかってしまうので、で、その1時間半捻出するんですけど、まあでも、あの、最近は、あれかな、あの、ご飯食べたら夜ね、書、え、い、ー、てしまおうということで,、えー、で、だんだんそれが習慣になってきて、で、まあそこで時間取れない日はね、あの隙間時間使って書いてますけれども、まあそういうふうなあの、だんだんルーティンが生まれてきたら、書かないと気持ち悪いというかね、また <laughs>、 まだ2週間ちょっとですけどま、ね、ああとあれですよねあのこそこそ書いててもいいんですけどノートとかでねあのみんないいねを押してくれたりコメントくれたりするとねまあちょっとそれも張り合いになったりとかまあそういうのを使いながら、えー、書いておりますということでやっぱりね程よい量って大切ですよね程よい量それが今回はね5 c 字ぐらいっていうのがまあまあ自分的には成功してるんじゃないかなと。 結構大変なんですけど、えー、そのぐらいがね、なんか今の自分にとってはちょうど良かったっていうことであの、もっと少ないのがいい場合もあるし、もっと多い場合がね、いい場合もあると思いますけど、まあ、ぜひちょうどいい量を見つけてで、淡々とね、やり続けるって、えー、してみたらいいんじゃないかなということです。あとは、個、え、人、ー、カウンセリングに興味ある人はね、絶対役に立つと思いますし、あの毎日膨大な量を書かれ続けてるので、早めに読み始めた方がいいんじゃないかと思いますから、あの概要欄にね、リンク貼っとくんで、えー、あのぜひぜひ、えー、ノートの方も覗いてみて、えー のね実際のシーンから勉強してみてください。それではまたバイバイ。